アドリアン・バン・ローヤン・アドリアン・ファン・ローエンは、オランダの医師、植物学者である。ライデンに生まれた。ライデン大学で、ヘルマン・ブールハーフェに、植物学と医学を学んだ。1728年に、医学の学位を取り、1729年に、植物学の教員となった。1729年に、ブールハーフェの後を継いで、ライデン植物園の園長に任じられた。 1732年に植物学と医学の教授になり、1754年まで教授、植物園長の職を続けた。その後植物園長の職は、老いのダビッド・ファン・ローエンに引き継がれた。1775年まで、ライデン大学の植物学の教授を続けた。ライデン大学の学長も務めた。ファン・ローエンが園長を務めていた1736年に、 ライデン植物園は2230平方メートルから7165平方メートルに拡張され、アムステルダム植物園、ユトレヒト植物園に並ぶものになり、植物学、医学の教育に利用された。1736年に植えられた豆垣は、現在も育っている。カール・フォン・リンネと同時代の植物学者で、 リンネは1735年と1738年の間にたびたび来殿植物園を訪れた。1737年の冬から1738年にかけてリンネはファンローンの家に滞在し植物園の展示方法について助言した。リンネによってロイナに懸命された。ローヤンは植物の学名で命名者を示す場合にアドリアーン。 ファンロ浪円を示すのに使われる。ありがとうございます。